防衛予算の大幅な増額へ2023年度分から着手した日本。その中心に置かれているのは、長射程を誇るスタンドオフミサイル。今回は、そんな3式中距離地対空誘導弾を詳しく見ていきます。3式中距離地対空誘導弾をベースとしたシリーズは、艦艇搭載型の新艦対空誘導弾、エーザムも注目されていますが、なんだか雲行きが怪しくなってきているとの情報も入っています。国産化が日本ならできそうですけどね。昨今の日本は、昨年度の2023年度分から、防衛予算案の大幅な増額施策が打ち出され、政権を運営する現在の岸田内閣は、2024年に入って久し、支持率の低下は指摘されつつも、大枠の防衛政策については、国民の支持を失ってはいないと感じられる。岸田内閣が打ち出した防衛予算案の増額は、2023年度分から2027年度分までの5年間の累計で、総額およそ43兆円規模となることが試算されており、冷戦時期より不分立とされた領域の拡大に踏み込んだと言えるだろう。切れば、日本の防衛予算は、対 GDP 比で 1% 以内に収めるとする不分立、当時の歴代の政権が示してきた指針ではあったが、今の日本を取り巻く安全保障環境の下では、その堅持を期待することは、甚だ困難と、一部の関係者からは目されてきた。かつての東西の冷戦時代に、日本の最大の仮想敵国は、言うまでも無垢旧ソ連であったが、今のその地位は中国になっており、その軍備の内容や数は、前者を上回っていることは明白であり、日本も対応を余儀なくされたと言えよう。中国の軍事力の脅威は、1980年代には、旧ソ連とアメリカ、1991年の旧ソ連の崩壊後には、現ロシアとアメリカとの間で交わされた複数のスタート戦略兵器削減条約という軍縮条約に縛られなかったことで大きく増加した。そのタイミングで、旧ソ連、現ロシアとアメリカとが中距離打撃兵器の開発を制限する中、これに縛られなかった中国は、準中距離弾道ミサイルで、かつ対艦弾道ミサイルである。ディフェンダー-21 等のミサイルの配備を1991年から進め、同ミサイルはすっぽりと日本全土を射程距離内に収めている。その後も中長距離打撃兵器である複数のミサイルの配備を加速させる中国に対して、日本はここに来てようやく敵の防空兵器の射程距離外から攻撃が可能なミサイルをスタンドオフミサイルと位置づけたようを進めている。政治的には長距離打撃兵器であるミサイル類は、かつて敵基地攻撃能力と称されてきたものを反撃能力と言い換えるなどの方策で、自衛隊への配備を容認する形として進めており、反対勢力への理論武装も並行している状況だ。そうしたスタンドオフミサイルの代表例としては、アメリカからトマホーク巡航ミサイルを調達する計画や、国産の1人式地対艦誘導弾の能力向上型の開発などが、大きく、マスメディアの報道でも取り上げられるなどしている。そんな状況下で、これらトマホーク巡航ミサイルや1人式地対艦誘導弾の能力向上型などは、対地及び水艦攻撃を想定した兵装であるが、長距離防空を担う兵装として、段階的な開発が進められているのが、03式中距離地対空誘導弾のシリーズとなっている。03式中距離地対空誘導弾は、2003年度に、陸上自衛隊の装備品として正式化された中距離での防空任務を担う地対空ミサイルシステムで、胴体内での通称は中 SAM と呼称されている、すべてが国産の兵器である。この03式中距離地対空誘導弾は、三菱電機社がシステム構成の取りまとめを担い、ミサイル本体は三菱重工業社、レーダー類は東芝社が製造を行っており、陸上自衛隊の編成の1個軍用のコストは一式でおよそ470億円とされている。これは同様の用途の兵器である、元がアメリカ製のペトリオット PAC-2 と比較した場合、およそ 45% ほどの費用の低減が実現された形であり、間違いなく、
コスト面では国産化の効果が反映されたものと言えるだろう。03式中距離地対空誘導弾はミサイル本体を6発で1組としたキャニスターに収容し、これを搭載する装輪式の車両の荷台から垂直に発射する形式が採用されており、運用に必要なスペースの確保も従来品より自由度を増加させている。気になる03式中距離地対空誘導弾の有効射程距離だが、陸上自衛隊として公には数値は未公表ではあるが、2014年に千葉県の下志津駐屯地にて開催された催しでの説明やアメリカで実施されたテストの結果からは、少なくとも 60km を超えると推察されている。2017年度の防衛予算からは、発展型である03式中距離地対空誘導弾改善型の調達が開始され、こちらは敵の低空を飛翔する巡航ミサイルや高速度の空対地ミサイルの迎撃能力を加え、友軍とのデータリンク能力も向上されたと目されている。この03式中距離地対空誘導弾改善型は、2015年にアメリカ本土のホワイトサンズミサイル実験場においてミーテストが行われ、巡航ミサイルに見立てた標的10発すべての迎撃に成功し、その中には低空を超音速で飛翔するものも含まれていたという。そのためアメリカ側も03式中距離地対空誘導弾改善型の迎撃能力は非常に高いと評価したとも伝えられており、この情報を聞き事実と考える限りにおいてはかなり優秀な地対空ミサイルシステムだと感じられる。現状では03式中距離地対空誘導弾をベースとしたシリーズの発展型は、2023年に開発完了予定の新艦対空誘導弾に、2026年に開発が完了予定の03式中 SAM 改め能力向上早期研究開発分3、2028年に開発が完了予定の03式中 SAM 改め能力向上新規研究開発分4、2031年に開発が完了予定の新艦対空誘導弾能力向上型がある。この中で2の2026年に開発が完了予定の03式中 SAM 改め能力向上早期研究開発分と3の2028年に開発が完了予定の03式中 SAM 改め能力向上新規研究開発分は、従来の地対空ミサイルシステムの性能を向上させた発展型である。これらは主として今の日本の最大の仮想敵国となった中国に対抗するべく、主として中国軍が配備を進める新型短距離弾道ミサイル SRBM 及び極超音速滑空体 HGV を迎撃することを目的として定め、段階的にこれらへの対処を図るものだろう。費用の上で、派はこれらには2023年度分の防衛予算の中ではおよそ758億円が計上されており、これは元々の事前の事業評価の段階ではおよそ598億円が見込まれていたこともあり、かなり大きな投資を行おうとしていることが感じられる。ついで、残りの1の2023年に開発完了予定の新艦対空誘導弾と4の2031年に開発が完了予定の新艦対空誘導弾能力向上型についてであるが、こちらはベースである03式中距離地対空誘導弾を海上自衛隊の艦艇に搭載する形式に応用するものとなる。これら一連の新艦対空誘導弾は通称として ASAM の名で呼称されているが、既存の海上自衛隊の護衛艦に搭載することで、敵の航空機や対艦ミサイルを迎撃するための長射程の兵装として運用することを念頭に開発が行われている。新艦対空誘導弾は、対象となる護衛艦の VLS 垂直発射艦から運用されると想定されており、ミサイル本体は、ベースである03式中距離地対空誘導弾改めから、レドームに変更が加えられ、誘導に必要なデータリンクとブースターが追加されている模様だ。こうした新艦対空誘導弾の実用化について、元自衛隊で左官を務め、今は数々の自衛隊への評論をマスメディアに発表している人物が、もともと地対空ミサイルシステムであったものを艦艇搭載用に変更を加えたことについて、
疑義を呈する意見を述べている。その結論は、もともと地対空ミサイルシステムとして開発された03式中距離地対空誘導弾、改めがベースである以上、新艦対空誘導弾は、艦艇を目指して低空で飛翔する敵のミサイルの迎撃には不安が残るというもののようだ。個人的には、私自身は元自衛官でも何でもないので、この人物の指摘が確実に誤っていると指摘することもできないが、正直、いくら日本や自衛隊が準備不足の側面が否めない点もないとは言えないとはいえ、そんな不安なものに多額の予算を投資するとは思いたくない。2023年11月13日、民間の非営利団体アメリカ海軍研究所 USNI は、日本最大級の軍艦が F-35B ライトニング II 戦闘機を運用に必要な一連の試験を受けるため、2024年にアメリカ東海岸に来航する予定と発表しました。今回は、護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証試験について見ていきます。加賀は、改造後、初めての長期航海に出ます。そのまま、F-35B を加図機艦載しての寄港ということは、さすがにないでしょうね。中国への抑止効果として、数機乗せてきたら、なんて声もあるようですが。USNI が言うところの日本最大級の軍艦というのは、世界に誇る海事の出雲、片護衛艦のことです。海上自衛艦と航空自衛艦で構成された日本側の視察団は、2023年10月末に、アメリカ東海岸、大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船し、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているそうです。USNI の分析では、プリンス・オブ・ウェールズが試験をしている同海域で、空母化改修後の出雲、片護衛艦が、F-35B 運用に関する各種試験を実施するのではということです。日本政府と防衛省は、2013年以降、海地が保有の出雲、片護衛艦2隻への空母化を着々と進めていたと同時に、垂直離着陸可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していました。F-35B 戦闘機については現時点で、42機ほどの導入を予定しているとか、それらを運用する飛行隊を、航空自衛隊に新たに作り、宮崎県新富町の新田丸基地に配備すると公表しています。九州に配備するということは、南西諸島空域におけるスクランブル発進に最速で対応するとともに、台湾有事も視野に入れてのことと考えられます。イギリス海軍の空母のプリンス・オブ・ウェールズは、前述の通り、アメリカ東海岸での各種テストで、無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているので、同様のテストを、出雲、片護衛艦でも実施する可能性も推測されます。姉妹艦のクイーン・エリザベスと並んで、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定のプリンス・オブ・ウェールズは、36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターの搭載能力を持つ空母です。この船体は、ポーツマス、ロサイス、バロー・イン・ファーネス、クライドなど4つの地域で、BAE システムズと VT グループが建造を担っています。最終組み立ては、スコットランドのロサイス造船所の1号艦ドックで行うそうです。ここでは、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズの改修工事も行われました。プリンス・オブ・ウェールズは、アメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22のため、に、イギリスのポーツマスを、2022年8月27日に出航しましたが、出航直後に、
右舷推進部の結合部や舵に損傷が発見されました。この発見によって、演習公開は中止となりました。その結果、皇太子プリンス・オブ・ウェールズに代わって、女王クイーン・エリザベスが9月8日に出航することになったのです。もちろん、ウエストラント22で予定されていたプリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期することになりました。この損傷について、英国放送協会 BBC は、アメリカへの演習に出発した直後に故障、足を引きずりながら基地に戻ってきたとからかいましたが、シャレになりませんね。プリンス・オブ・ウェールズは、ロサイス造船所に入居して修理を受けましたが、クイーン・エリザベスの部品取りにされているという悪質なデマが飛んだこともあり、国防大臣が、これは一時的な応急処置であると釈明する事態になってしまいました。修理と能力強化のための改修に約9ヶ月。プリンス・オブ・ウェールズは、2023年7月21日にドックを出て、7月28日には CH-47 ヘリコプターが飛行甲板に着艦する画像を SNS に投稿していました。10日後の7月31日、映画トップガンマーヴェリックに登場するセリフをパロディ化したような文章を投稿、飛行甲板の運用再開をアピールしたのです。一方、軽空母への改修が完了した海地護衛艦加賀は、2023年11月17日に呉基地へ帰還しました。長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけです。偶然なのか、旧日本海軍の空母加賀の進水日も11月17日だったので、運命的なものを感じるという声が上がったとか。派遣艦は、空母化改装を進めたばかりの加賀になるのではと噂されているようですが、アメリカ海兵隊やイギリス海軍の F-35B を使用して、空母としての機能をチェックする目的ではないかとも見られています。出雲級の空母化ですが、発着艦機能整備に加え、艦隊内の本格的な改装もまだ構想段階です。既存の F-35 キャリアを、参考に課題の棚卸し後、2万6000トンサイズにあった空母化改装をすると思われることから、空母としての機能を完全に備えるまでに時間がかかっても仕方ないと考えられるのです。艦艇排水量のうち、満載排水量とは、船そのものの重量だけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料などの積載貨物を含めた総合重量になります。強襲揚陸艦の場合、運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれることになります。上陸作戦要員がいる分、空母より広い居住区が必要ですし、装備には戦車やトラックがあるので、車両庫等のスペースも必要ですよね。上陸作戦関係の重量が増えたから、航空機の運用能力が拡大するわけではないのは言うまでもありません。また、加賀の空母化改装が終わっても、艦載機である F-35B の購入も、空自パイロットや整備員の養成もこれから始まるのだと言っても誇張ではありません。こういった過程が終わっても、搭載可能な F-35B はわずか10機ですから、戦力では中国海軍やアメリカ海軍の正規空母とは比べ物になりません。最有力と思われる使用方法は、イギリス国海軍空母のように、アメリカ海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として使用することではないかという意見があるようです。さて、もう少しプリンス・オブ・ウェールズについて見ていきます。前述のように9ヶ月にも及ぶ改修と大幅な能力強化を受け、2023年7月21日にスコットランドのロサイスのドックから出てフォース川に入り、母港ポーツマスへの帰路に着きました。その途中、空母プリンス・オブ・ウェールズの公式 X において、7月29日、飛行甲板が使用再開されましたという投稿が、ヘリコプター CH-47 チヌークの着艦写真とともにアップされました。その2日後の7月31日、飛行甲板の再開に関しての投稿が再びありました。前でのトップガン・マーヴェリックに登場するセリフをパロディ化したものと思われる内容です。飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。
シートベルトを締め、トレーテーブルを元の位置に戻し、着陸の準備をしてください。フライトデッキは営業中ですというユーモアのある投稿でした。それに対して、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。一度、ベルファスト湖の穏やかな海を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントも寄せられていたそうです。いずれにしても、プリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は、万が一台湾有事が起きた際には大活躍すると期待する声も多いようです。ところで、プリンス・オブ・ウェールズはイギリス海軍の艦艇なので、基本イギリス領海にいるのでは?と思うんです。となると、台湾有事になった場合、イギリス本国から駆けつけるとしたら、かなり時間がかかるのではないかなぁと心配になってしまうのは筆者の素人考えでしょうか?鹿児島県の西之表市に行政区分上では所属する離島である馬毛島は、昨年2023年1月に自衛隊が使用する基地設備の工事が開始されており、この2024年3月には、すでに1年と2ヶ月目時間が経過した状態となっている。馬毛島は、地理的には、同じ鹿児島県下で、日本に初めて鉄砲が伝来したことでも、著名な種子島の西の沖合の東シナ海上 12km ほどの場所に位置し、その総面積は 8.2 平方キロメートルの小島だと言える。この馬毛島は、現在のように自衛隊が使用する基地設備を置くために、2019年1月に日本政府がおよそ160億円を拠出して買収を行ったが、それ以前は民間のタストンエアポート社という企業が投資目的で所有していた経緯を持つ。その当時の日本政府とこのタストンエアポート社との馬毛島をめぐる買収の交渉は、同社内の内紛や経営状況の悪化などの要因も絡み、二転三転したが、2019年末には、なんとか前日の金額で、交渉がまとまり現在を迎えている。そもそも、馬毛島の日本政府の購入額となったおよそ160億円という金額についても、それ以前に算定された際には、およそ45億円ほどが適正値であるとの報告がなされたこともあり、その金額の乖離に、批判の声もなくはなかった。しかし、日本政府としては、自衛隊が使用する基地を馬毛島に整備することは、非常に重要で、かつ、喫緊の政治課題となっていた側面があり、およそ45億円ほどとされた算定額に上乗せをしてでも早期に買収し、工事を行う必要に迫られていた。というのも、馬毛島に自衛隊が使用する基地設備を行うことは、1991年8月以降、在日アメリカ軍の航空母艦艦載機が、東京都下の小笠原諸島の洋島で実施中の陸上空母離着陸訓練 FCLP をもっと日本の本土に近い位置に移すことが求められていたためである。陸上空母離着陸訓練 FCLP とはアメリカ海軍の航空母艦艦載機の運用にあたって必ず必要となる訓練であり、航空母艦自体が整備等の理由で港に入った際にその艦載機の搭乗者の操縦技量を維持するために必須となっている。アメリカ海軍が保有、運用を行っている大型の原子力航空母艦は、2024年時点でも11隻を数え、その大きさも、全長で300メートル、排水量で10万トンを超過する巨艦ではあるが、艦載機の離発着には、高度な技量が求められる。これらアメリカ海軍の航空母艦艦載機の搭乗者には、夜間も含めた終日の離発着を確実に履行する技量が欠かせないため、陸上空母離着陸訓練 FCLP は航空母艦が入港している際に陸上の滑走路をその代替として離発着を反復して行うものである。具体的に2024年時点で言えば神奈川県の横須賀を母港とするミニッツ級原子力航空母艦の9番艦ロナルド・レーガンが同港に入港した際に陸上空母離着陸訓練 FCLP を行う必要があり、日本の防衛においてもその実施場所の確保は最優先事項と言えよう。当然のことであるが、日本に配備されるアメリカ海軍の航空母艦そのものは時代とともに変化するが、神奈川県の横須賀を母港とすることは変わらず、その入港時には、
関西機は、地理的に近い神奈川県の厚木基地を駐機場として使用していた。そして、その厚木基地から2001年まで、陸上空母離着陸訓練 FCLP は、青森県の三沢基地及び山口県の岩国基地に出向いて実施され、並行して、1982年からは、厚木基地、翌1983年からは、東京都の横田基地でも実施されるようになっていた。しかし、やはり、三沢基地及び岩国基地は、駐機場である神奈川県の厚木基地からは、非常に離れているため、訓練の効率上から実施場所から外され、比較的に距離的には近い横田基地も含め、2021年度以後は、厚木基地のみでの実施に切り替えられる。ちょうど、この時期、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の主力戦闘機は、可変翼や映画トップガンでもよく知られる F-14 トムキャットから FA-18 ホーネットへと移行されたが、この変更も陸上空母離着陸訓練 FCLP に大きな影響をもたらした。 F-14 トムキャットと比較した場合、代替機となった FA-18 ホーネットの方が機関部から発生する騒音が格段に大きく、本国のアメリカではバージニア州にあるバージニアビーチのオシアナ海軍航空基地の周辺住民らから抗議活動並びに裁判にまで発展する。事態を重く見たアメリカ海軍側は、オシアナ海軍航空基地において FA-18 ホーネットを用いた陸上空母離着陸訓練 FCLP を実施することを断念し、代替する訓練場所を設けることで、その騒音問題を鎮めることを余儀なくされた。こうした本国アメリカでの陸上空母離着陸訓練 FCLP をめぐる騒音問題が顕在化したことで、日本においても厚木基地で実施されている同訓練の継続に対して批判の声が大きくなり、前述したように1991年8月以降は小笠原諸島の硫黄島にその部隊は移される。ただし、厚木基地から硫黄島までは直線距離でおよそ 1000km もの距離があるため、アメリカ海軍側としては、陸上空母離着陸訓練 FCLP を実施する際に、対象搭乗者の負担の増加や、時間、燃料等の負担の増加を強いられることとなった。こうした状況から、日米の両政府は、日本における陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所についての協議を重ね、2003年には、広島県下の瀬戸内海に浮かぶ無人島、大黒上島に滑走路を整備し、その代替地とする案が浮上する。しかし、この大黒上島の代替地案も、地元住民をはじめとする、猛烈な反対に遭遇し、道東を管轄し、その計画を打ち出した沖見町町長が辞任に追い込まれる事態に発展。日本における陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所の変更には至らなかった。こうした状況と並行しつつ、在日アメリカ軍の中では、部隊の再編が進められることとなり、横須賀基地に航空母艦が入港した際の艦載機の駐機場所は、広島県の岩国基地とすることが決定。2017年8月以後、段階的に、その移管が行われた。この体制が完了した翌2018年3月以後は、横須賀基地に航空母艦が入港した際には、その艦載機は、岩国基地へ駐機することとなり、陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所は、引き続き硫黄島が当てられ、三沢、横田、厚木、岩国の4基地は、非常時のみの使用とされた。しかし、岩国基地から硫黄島までも距離的に離れている状況には、厚木基地からと比べても大差がなかったため、陸上空母離着陸訓練 FCLP の効率的な運用という観点から、問題の解決には至らず、ここに馬毛島が浮上することとなった。岩国基地から馬毛島までの距離はおよそ 400km ほどと、硫黄島までと比較した場合3分の1以下となるため、アメリカ海軍が抱えていた陸上空母離着陸訓練 FCLP の人的、時間的、距離的な問題をすべて低減させることは明白だった。そのため、一部から根強い反対活動はあったものの、前述したように、なんとか日本政府が馬毛島の買収交渉をまとめ上げ、
旧所有者のダストンエアポート社の関係者を除けば、事実上の無人島であった同島の活用は合理的な選択だと思える。日本の防衛省は、2023年度の補正予算内に、馬毛島の整備に、2684億円の経費を計上。陸上空母離着陸訓練 FCLP の代替地及び自衛隊が使用する基地の建設を本格化させ、必要な設備の整備に注力を行っている。馬毛島は在日アメリカ軍の航空母艦艦載機の陸上空母離着陸訓練 FCLP の代替地となるだけにとまらず、今年2024年から取得が始まる航空自衛隊の出雲、片護衛艦の艦載機となる F3 ゴライトニング 2B 型の発着艦訓練の拠点としても活用される予定である。中国軍による南西諸島方面への軍事的な圧力が増している現在、その防衛における役割の重要度も比例して増加しており、馬毛島の位置する地理的な位置は、それらの課題に対する備えとしても大きな意義を持つだろう。海上自衛隊の最新型哨戒ヘリ SH-60 リッターが初公開したとの情報をキャッチしました。今回は、見た目は、同じ中身は、別物の哨戒ヘリ、SH-60 リッターを詳しく見ていきますね。操作性とネットワーク能力を強化した新型ヘリに、1-2式魚雷の運用能力も付与され、2024年度分で、6機を665億円の調達予算が計上。もはや、プレステから、いきなりプレステ5にマジヤバい。海上自衛隊では、去る2024年3月末にマスメディアに向けて、新型の哨戒ヘリコプターである SH-60 リッターの公開を実施、今後の同隊内での主に対潜哨戒任務を担うであろう機体を、広く、一般の国民に対して知らせる対応を行った。SH-60 リッターは、三菱重工業者と防衛省の協業によって開発された回転翼機であり、現在の海上自衛隊が保有、運用を行っている主力哨戒ヘリコプターの SH-60kg の発展、改良版として、昨年2023年12月に完成を終えた機体である。この SH-60 リッターは、2021年9月の時点で、試作の機体2機が防衛装備庁に引き渡され、以後、各種の性能テスト等を経て前述したおよそ1年3ヶ月後の2023年12月に開発が完了、そこから量産化が進められるフェーズへと移行している。ただし、新型の哨戒ヘリコプターとはいえ、この最新型の SH-60 リッターは、全モデルである SH-60kg と見た目の相違点はほぼ見当たらず、素人目には、コララ両機を外から見比べても、どちらが最新型なのかを言い当てることは難しいだろうと思われる。そのため、全モデルの SH-60kg から最新型である SH-60 リッターの変更点はといえば、それは機体内部の操作系統の設備が大きく近代化されたものということができ、かつ、友軍との通信能力や情報のネットワーク能力等が著しく強化されていると言える。こうした点に加えて、全モデルの SH-60kg は、海外派遣、ソマリアの沖合での対海賊対策任務への従事を通して明らかとなった、中東地域などの気温の高い環境下で、機関部の出力が不足するという、事態にも対策が施された形となっている。具体的には、全モデルの SH-60kg と最新型である、SH-60 リッターは、同様の機関部を搭載はしているが、
機関部そのものではなく、そこで発生させる力を回転翼に伝えるための駆動系の改善によって、出力の強化を図ったと説明されている。これは、気温の高い環境下では、機関部に吸入する空気が、どうしても密度的に低下しているため、従来想定されていた日本の周辺のような、比較的に低い気温下での運用時と同様な運動性能を発揮できないという点から改善されたものである。こうした地道な動力性能の改善にプラスして、全モデルの SH60kg から、最新型の SH60L では、機体内部の操作系統が大きく近代化され、前者では、操縦席に、6K のディスプレイ、副操縦席では、別の操作機器が配置されていた。この作りが、最新型の SH60L では大きく刷新され、操縦席、副操縦席とも、共通の4つで大型化されたディスプレイが採用され、画面自体もフルカラーで、かつダイレクトにアクセスするタッチパネル方式に変更されている。これによって、操縦席、副操縦席とも同様の内容を確認、操作可能な形式となり、大幅に操作性の向上が実現されており、いわばスマートフォンやパブレットのようなたやすさで、各種の操作が行える形へと進化している。こうしたディスプレイの進化と並行して、前述したように、友軍の他の装備との通信能力や情報のネットワーク能力等が著しく強化されているため、機体単機ではなく、システムとしての総合力で哨戒能力を高めていると説明されている。また、こうした追戦哨戒を主任務とする回転翼機では、従来までは、磁気が海面へと下ろす、吊るし下げ方式のソーナーを使用し、海中に潜む敵潜水艦を探索、探知し、その監視の特定を行う行動が、一連の工程とされてきた。しかし、最新型の SH60L では、友軍の領域である他の機体が、それぞれの吊るし下げ方式のソーナーで収集した海中の音波情報を集約して共有することが可能なマルチスタティックを行えるように進化している。これによって敵の潜水艦を探索・探知士監視の特定を行う能力が大幅に向上したとされ、かつ複数の機体でこの行動を行うことによってより広範な範囲をカバーすることが可能となり、その点からも高い効果が見込まれている。最新型の SH60L では、こうした主任務である対潜哨戒時に使用する、磁気が海面へと下ろす、吊るし下げ方式のソーナーに関しても、従来までと比較して、状況に応じて、容易に脱着が可能な仕様となっており、運用の幅も増加しているとされる。こうした細かな点の改良に加えて、SH60L では、さらに、搭乗者の負担を大幅に削減するオートパイロット機能が実装されており、これにより、搭乗者の技量に左右されがちであった飛行時の機体の制御も、安全に高いレベルで担保されると期待されている。これまで見てきたように、全モデルの SH60kg と外観上の変更はほとんどないと言える最新型の SH60L だけに、その仕様の全長 19.8m、全幅 16.4m、ローター展開時、全高 5.4 メートルというサイズにも、両者に変更はない。機関部も前述した通り、同様の T700IHI401C242機搭載している点も同様であり、そうした意味からは、我々の一般の生活の中で例えるならば、外観は、同様の自動車が、軽機類や電子機器を刷新し、アップデートしたような形かもしれない。外観上に、ほとんど変更が加えられていないという点は、全モデルの SH60kg と最新型の SH60L では、およそ6割から7割もの部品の共通性を持つとされていることにも寄与しており、製造設備やメンテナンスコストの上からも有益であろう。したがって、全モデルの SH60kg と最新型の SH60L では、運用可能な並走も引き継がれており、アメリカ製のマーク46や国産の急な梨式といった対戦魚雷、アメリカ製の空対艦ミサイルの AGM-114 ヘルファイア等を運用可能となっている。これらに加えて、SH60L では2012年に正式採用された国産の1-2式魚雷の運用能力も付与されており、対戦哨戒用のヘリコプターとして、
敵潜水艦の探知、発見後の排除についても、十分な攻撃能力を有していると言えるだろう。SH-60 リッターの海上自衛隊における保有機数は、2023年度末で、2021年9月に納入された試作機2機ではあるが、2023年度防衛予算で6機を603億円、同2024年度分で6機を665億円の調達予算が計上されており、今後も順次追加が想定される。しかし、海上自衛隊の艦艇の中で、対潜哨戒用のヘリコプター搭載護衛艦として、最大14機の収容能力を誇る出雲型2隻には、固定翼の短距離離陸、垂直着陸が、可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする航空母艦化改修が進められていることもあり、当初の想定よりも、取得数の削減が行われている。現在の主力哨戒ヘリコプターである、全モデルの SH-60 キロは、海上自衛隊においては、023年度末で、総数73機が保有、運用されているが、こうした出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の件もあり、最新型の SH-60 リッターの最終的な調達数は未定でもある。一応、2年ほど前の2022年の時点では、SH-60 リッターを80機調達した場合のコストの試算は、1機あたりがおよそ81億円とされていたが、2023年度予算6機603億円は、同およそ1機100億円。同2024年度分6機665億円は、1機あたり同およそ110億円に相当する。今後の量産化で、こうした1機あたりの製造コストは、多少は低下する可能性もあろうが、円高や世界的な資材コスト、物流コストの高騰を鑑みれば、正直1機あたりおよそ81億円というコストの実現は困難ではないだろうか。また、今後においては、今のロシア・ウクライナ戦争でも顕著なように、有人機と単純比較すれば、はるかに安価な無人航空機の開発が加速しており、こうした追戦哨戒用途の分野でも、その傾向は、強まりこそすれ弱まることは考えにくいと思われる。それにしても、SH-60 リッターの大元である、アメリカは、シコルスキーエアクラフト社の SH-60 シーホークは、1979年に運用が開始された機体であり、対照戦を行わない、こうした機体は、軽く、半世紀以上も生産が続く、息の長い装備となりそうだ。2023年12月中旬、アメリカ海兵隊の所属で、山口県の岩国基地を駐基地としている F-35 ライトニング 2B 型の2機が、宮崎県の固有郡新富町に所在する航空自衛隊のニュータバル航空基地で離着陸を実施したことが報じられていた。アメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型といえば、第1回目の航空母艦化改修を終えた後の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦への離着陸テストを実施したことでも知られており、同機の日本への導入に貢献を果たしている。ただし、こうした出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するためのテストには、協力を仰ぐために、アメリカ軍に12億円以上の費用が技術的な支援費用として投じられており、予算化されている。そのため、今回のニュータバル航空基地へのアメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型の離着陸に関しても、単なる日米での同期運用に際しての連携というだけでなく、契約としての対価を伴う行為であることは想像に難くない。そうした中で、日本の防衛省は、南西諸島方面の防衛力の強化の一環として、沖縄県のうるま市に、訓練場の整備を進めることの現地説明会を実施し、ここでも、その説明用の資料の中で、F-35 ライトニング 2B 型についての記述が確認された。その資料によれば、今年2024年度から、10機の配備が開始される航空自衛隊用の F-35 ライトニング 2B 型について、前述の宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に、同機の飛行隊を新規に配備する計画が記述されていた。日本の航空自衛隊では、2024年2月の現時点で、この短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35
35ライトニング 2B 型を合計で42機、通常の滑走路で運用される空軍型など A 型を105機の総合計で147機の調達を計画している。日本を含むアメリカの軍事同盟締結国、並びに友好国が物理的に入手可能な、いわゆる第5世代戦闘機は、これら、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2に限定されるため、採用国は増加の一途をたどっている。そんな状況下、今回の防衛省の資料によれば、航空自衛隊が調達する F-35 ライトニング 2B 型は、宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に2個飛行隊を新設して駐機させる計画であると記述されている状況だ。現時点での故障としては、宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に配備される F-35 ライトニング 2B 型の飛行隊は、仮の名称として、臨時 F-35B 飛行隊とされているが、新設される2個飛行隊に42機全機を組み込む模様である。いよいよ、今年2024年度から、宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に配備される予定の F-35 ライトニング 2B 型だが、防衛予算上では、2020年度分から計上が行われており、すでに、今年で5年目を迎える計算である。まず、航空自衛隊のこれまでの F-35 ライトニング 2B 型の取得予算の計上は、初年の2020年度が、6機を793億円、1機平均約132億円、2021年度が、2機を259億円、1機平均約130億円、2022年度が、4機を510億円、1機平均約127億円となっていた。同様に続く2023年度が、これまでで、最大の8機を、1435億円、1機約180億円、そして今年度の2024年度分が、7機で、1256億円、1機平均約180億円となっており、この5年分の累計で、27機が、4253億円、1機平均157億円で計上されている。さすがに F-35 ライトニング 2B 型は、同機のシリーズの中でも、短距離離陸、垂直着陸が可能という特殊な機構を備えることから、調達単価も高額で、通常の滑走路で運用される空軍型の A 型に比しても2割以上は高価だと感じられる。そうした得意な特徴を備えた F-35 ライトニング 2B 型だけに、導入国は本国のアメリカと日本以外には、現時点ではイギリス、イタリア、シンガポールといったごく少数の国々に限定されており、韓国が続く可能性がある程度であろう。日本では前述したように、この F-35 ライトニング 2B 型は、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦に航空母艦化改装を施して艦載機として運用する計画であるが、シンガポールを除けば、すべての国が、そうした運用を行っている。アメリカであれば、海軍が保有する強襲揚陸艦の艦載機の一部として運用されており、現時点では、ワスプ級7隻、アメリカ級2隻の合計9隻の同艦の艦載機として、同様の用途の全モデルとも言うべく、機 AV-8B ハリアー2との併用が、今しばらく継続される予定だ。アメリカ軍でも、これらワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦そのものは、海軍が保有、運用を行っており、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型は海兵隊の所属であり、以前より、この2組織による共同運用が行われている。イギリスの場合、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするのは、2隻が就役しているクイーン・エリザベス級航空母艦であり、こちらもまた、艦艇は海軍が、艦載機は空軍が運用するという体制を敷いている状況である。イタリアでは、軽空母であるカブールが、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用しているが、こちらは、現時点では、世界で、唯一、艦艇、航空機ともに、海軍の所属で運用されており、今後は、2024年に、就役の強襲揚陸艦のトリエステでも運用される可能性がある。F-35 ライトニング 2B 型の採用国で、最も異例な存在といえるのがシンガポールであり、
もともとは、現行の F-16C-D を代替する目的で、2019年に A 型の調達が計画されていたが、翌2020年には、これを B 型に変更することとなった。シンガポールは、航空母艦や強襲揚陸艦等は保有、運用していないが、強小な国土ゆえに短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を陸上から運用することで、航空戦力の柔軟な展開を目指す狙いがあるとめされている。このシンガポールにおける F-35 ライトニング 2B の運用のコンセプトは、同様に国土が強小であり、さらに、周囲を、敵国やイスラム武装組織に囲まれたイスラエルでも検討されているとされ、今後実施される可能性もありそうだ。イスラエルは、2023年10月以降、パレスチナのガザ地区におけるイスラム武装勢力のハマスの殲滅に乗り出しているが、今回のようなそれらの武装組織からのロケット弾頭による攻撃を見るに、F-35 ライトニング 2B 型の調達が現実味を帯びるかもしれない。キレでなくとも、イスラエルは、今回の事態に遭遇し、A 型の自国専用バージョンである F-35I を実戦投入しており、言い方は悪いが、アメリカからしてみれば、その実力と効果を試す格好の機会と捉えている感も拭えない。さて、日本の航空自衛隊の F-35 ライトニング 2B 型の運用の件に話を戻せば、配属先となる宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地は、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2番艦加賀の母港である広島の呉へのアクセスにも優れた立地だろう。また現在進行形で開発が進む鹿児島県の馬毛島とも、四股の間にあるといえ、南西諸島方面の防衛の強化に向けては、非常に適切な配備先と言えるのではないかと個人的には考えている。日本国内の一部からは、今後、航空自衛隊への F-35 ライトニング 2B 型の配備が、今年2024年度から開始されるにあたって、いずれは、航空母艦化改修を終えた出雲型を運用する海上自衛隊に所属が移管される可能性を指摘する声も聞かれる。しかし、これまでにも紹介してきたように、イタリアの例を除けば、本国のアメリカ、イギリスともに、艦艇と航空機は、軍内部の別組織の所属で実施されており、日本も、同様の手法を取ることに、大きな問題が生じるとは考えにくいだろう。